えまずは、えー、スピードスケートの高木美帆さんですね、が、えー、銀メダルを、えー、取りました。メダルが増えていきます。ゆうのエアさん、かぶさん、気持ちよさそうですね。ということで、スピードスケートでメダルを獲得というところです。おめでとうございます。レモミカんさん、スピードスケート女子1500メートル、高木美帆選手が、えー、銀メダル獲得です。いや素晴らしいですね。続々とメダル取ってる感じですね、今回は。 由井野彩さん、下部さん、団体戦日本初の銅メダルでしたね。よかったです。明日いよいよですね。はい、ということで、団体戦ね、本当に素晴らしかったですよね。団体戦の皆さんの感想と、そして、明日の羽生くんについての情報とかあるので、えー、見ていきたいと思います。 823GT 資え先ほど羽生くんの公式練習と練習後のインタビューを終わりましたえ。団体戦銅メダル、羽生くんも素晴らしいと言っていましたこの羽生くん素晴らしいですね。えー、あの明日がある中でね、あのこうやって皆さんに素晴らしいって言ってる羽生選手、素敵ですね。 そして、えー、団体戦の初出場の選手たちはやはり緊張というかいつもの自分と違うことに、えー、戸惑っていた印象があったと。えー、ワルエドバちゃんもですが、えー、カレン・チェーンは泣いていたし、えー、やはり国の勝利が上がるとすごい重圧なんでしょうね。羽生君の4回転アクセルは今日の練習では、えー、成功していませんでした。本番では決まってほしいけど彼のことだから 失敗したときのフォローを完璧に計算しているんでしょうね。練習を見ているこっちが緊張してきました。えー、団体戦なんですけど、カレン・チェンが鳴いたりとかね、ちょっと、えー、いろいろありましたけれども、やっぱかなりこう責任というか、重圧というか、そういったものがね、とてもかなり影響していたかなっていう感じですね、ちょっと。真海さん、団体戦メダル取れましたね。よかったです。いやーよかったですよ本当に、うん みるみるさん、えー、ワリエワはユーロも点灯していたし、えー、割とミスしているけど、あ、確かにミスしてますね。ユーロもちょっとあまり良くなかったような感じがありました。えー、五輪はみんなが優しいので、楽しくて力がみなぎっているそうです。大変ですよ、皆さん。ワリエワ選手、力がみなぎっているようです。鳥本さん、今回の団体戦、えー、みんながそれぞれのベストな演技をして、あのできて見ていて感動のウルウル。 そして悲願のメダルは取れて感無量、そのいい雰囲気のまま、これからの本番に期待して見ていきたいと思います。いやー、いい感じで個人戦へのバトンタッチをしているので、とてもね、日本としては最高のスタートになったかなと思いますよ。今岡さん、こんばんは。えー、さんこんばんんんここばおはようございまますす、えー、団体なななに興奮する競技なんだなと感じました ソチオリンピックのとは正直否定的だったけれど印象が大きく変わりました。僕もですね、ちょっと団体戦というとイメージがわかなかったんですけど、今のように感染症が流行していなければ個人戦の後にやってほしいという気持ちは以前と同じです。えー、でも、個人戦への挑戦試合のような感じで見てしまってはもったいない。素敵ですねうん あのちょっとマーカーカだと思います僕もそう思いますね。あの個人戦への調整試合のような感じで見てしまう部分っていうのがなんだかんだで僕もありましたからちょっとこれしびれました、うんえ。今後も注目していきたい種目になりました。えー、ここ組お成人抜きで全日本より良かった。この流れに乗って個人戦でパーソナルベストを見たいです。えー、リクリューペア長い間続けてきて良かったですね。 でこれカップで通りは続けたもの勝ちなるほどと思いますね。個人戦は波乱がなくてもえ5位以内は狙えますね。坂本選手、いつの間にか日本屈指の精神力を持つえ選手になりましたえ。舞台裏でもムードメーカーとして微笑ましいエピソードがたくさん飛び出してみんな心強かったんだろうなと思います。あの本当だと思いますよ え坂本さんのおかげでかなりね、日本の団体戦、元気付けられた可能性高いですね。樋口選手もかなり緊張してなんか坂本さんのアドバイスで乗り越えられたんじゃないかなというのはありますよね。で、えー、これからもみんな応援します。本当に銅メダルおめでとうという気持ちです。いやー、すらしかったですね、本当にね。あの、先ほどもありました、えー、調整試合というわけではなくて、団体戦として、もうこう、 なんかそこをここうねねあの注目したいですよ、ね、これからもあの日本は団体戦ね、えー、どんどんこう盛り上がっていくと思うんで、えー、まあなんて言いますかね、全体、まあ個人、えー、シングルもダンスもペアもね、みんな強くなってきてるっていうのを象徴していますよね。これからの日本のフィギュアスケートがさらに盛り上がっていくのかなって思いますよね。 梶マ、様カブ君こんにちは。日本すごかったですよ。えー、宇野選手から先陣を切って、坂本選手で銅メダル確定。宇野樋口、えー、鍵山、坂本、高校組、陸龍どのスケーターも感動しました。えー、さあ、明日から個人戦、宇野選手はステファンも間に合って、えー、実力発揮してほしい。ところで、川辺選手、あそうですね、ちょっとこれ、うん、ここも気になってます。 皆さん知ってますかね河辺ーー選手はどこにいるんでしょうか河辺ーー選手の姿ずっと見ていませんが、羽生さんはやっと現れたのに。多分ね、僕が予想するには女子の、えー、競技は少し遅れてるんですよね。だからそれに合わせてちょっと現地入りが遅れてるのかなっていう感じがしていますね、うんまあ。羽生君と最初は来るのかなと思っていたんですけど、来なかったですからね。 もしかしたら来ていたけど、報道陣が報道しなかったのかなっていう感じがありますね。ちょっと僕は、えー、とちょっとでかなり気にしてますので,であの、どこにいるんだろうっていう感じですよね。 はい続きましてヴィンセントジョー選手の話をしますユミナメ様株君アメリカのジョー選手が、えー、PCR 検査で陽性が出たようです、えー、そうなんですよこれね心配している案件ですもう一度検査をして陰性でしたら明日のショートは出れるそうです一緒にいたメンバーは濃厚接触者になるのかしらどうか陰性でありますようにあの再検査はもうしたのかな ねそれも気になりますちょ,ちょっと皆さんのコメント見ていきましょうか。パーシー・ニッケさん、こんばんは。そうなんでヴィンセント、心配ですね、えー。フラワーセレモニーに出ていないなと思っていたら、えー、そういうことだったんですね。えー、再検査でで陰性でありますように この再検査がいつ行われるのか、ちょっと気になっているんですけど、えー、羽生選手、公式練習でテントをちょっと滑っていました。チ、え、ャ、ー・チューファンもいたので、ブライアンもいましたが、1人で調整。あ、これもちょっとね、今気になってますよ、皆さん。うんえー、ブライアンあの、やはり羽生選手は今回のオリンピックは1人で挑むっぽいです。皆さん、これどうですか うん、これを聞いてどう思いますかね。ちょっとこれ、気になりますよね、えー。僕は何事もなければいいかなと思うんです。ちょっとこれを気にしている方もいるかなと予想はつくので、でも羽生選手、完全にこう、まあ、雑念という方は良くないかもしれませんが、もう完全にこう、1人で自分の決めた道を進みたいのかなっていうのを感じられます。うん、でもしかしかたらライアンオーサーサは 羽生選手の4回転アクセルに対して、調整に対して、否定的な可能性、これ、ありますね。うん、なので、意見の不一致とかもあ,あるのかなでちょっと感じられますが、果たしてどうなのか、ちょっと気になっております。 生中継でちょうど大笛が流れていたんで、うのくん映してようと思いながら見ていました。4回転アクセルは何本か調整いましたが、両足着氷や転倒では成功はしていないようでした。ただ他のジャンプは問題なさそう。もう、も、ま、はや4回転トーループに関しては、トリプルトーループに見えるくらい余裕すぎ。とりあえず明日はショートなんで、まずは皆さん無事で健康に演技してくれることを祈ります。 ということなんですよね。宇野くんね、だからもうちょっと見せて欲しかったなっていうのはありますよね。うん。波動伝動士、小瀬堂06さん、こんばんは。人一倍北京オリンピックへの思いが強い印象の選手ですから、これは本当に報われてほしいです。これはだからヴィンセントの話なんですけど、マントマン・クレオンさんからも、ヴィンセント選手、ショックです。彼のフリー、好みだった。いやー、だからどうなっちゃうんだろう。ね。 再検査、いつするのかっていうところもあるんですが、今岡さん、カナダのキーガン・メッシング選手に、えー、コロナ陰性証明が出て個人戦に間に合ったと喜んでいたところに、えー、勘弁してください。これはあのビンセント・ジョー選手の件ですよね。どうなっちゃうんだろう、本当に。ジュリエムさん、えー、まさかまさか、えー、ビンセント選手が陽性。 再検査は陰性であってほしいです。まさかと思うけど、えー男子、団体戦男子フリースケーティングに出た選手は濃厚接触者になるの待ち時間の関係で鍵山選手が一番近かったと思う。まさかではね、危険者続出なんて事態は、えー、絶対避けてほしいです。ガクガクブルブル。そうなんですよね。あの濃厚接触者についてはどういう対応になるのかっていうのはいまいちあれですが、 ちょっとだから心配ですよね、本当に。8 2 3 g t h ん、えー、寒そうだけど、綺麗な青空ですね。えー、ジョー選手、気が気じゃないでしょうね。 えの他のアメリカ選手たちもどうなることか、アメリカ選手団はかなり早くから北京に乗り込んでいましたか、それが裏目に出た格好です。あおっしゃる通りですね。あの、本当だと思います。アメリカ選手たちは結構早くから北京に乗り込んでましたよね。だからそれもあって、日本は結構ギリギリになって入った感じがあるんで、結構悪くはなかったと思うんですけど、まあ、結構アメリカはちょっと、 裏面に出ててししまったったいうう感じでしょうかね、えー、ジョー選手は、えー、北京現地で感染した可能性が高いでしょう。今回は試合以外に気を使うことがたくさんあって、えー、選,手たち選手たちは大変ですね。皆万全な状態で本番に挑めるといいですかということなんですよね。うん 流、はいえー、さん、ヴ、え、ィ、ー、ンス、えー、彼の祖父母が北京に住んでいて、えー、中国系アメリカ人であるヴィンスにとっては、とても思い入れのある五輪なのに、えー、本当にかわいそうです。なるほど、なんかこういうのありましたね、こういうことをおっしゃってた方いましたよね。流さんだったかなはい、あのー。ということで、ちょっとあの残念すぎますが、えー、再検査で陰性なら、明日出られるということですが、うーん、どうなることやら。 再検査はだからもうやったのかな本当に選手ファーストで考えてほしい。偉い人たちには。ね、だからまあ、もし仮に感染をしていてもね、なんか出られない、出てほしいなっていうところあるんですけどもね。うん。はい、ヴ、え、ィ、ー、ンスはちょっと心配ですが、えー、羽生選手についてのコメントも。 優美浪様、えー、羽生選手、いよいよ明日なんですが、えー、ドキドキしてきました。あの美しいドンカップが見れるんですね、うん、楽しみです。そして問題のフリーですが、えー、もちろん成功してもらいたいですが、その反面、リスクが伴うからという、えー、心配もあり、不謹慎かもしれませんが、えー、無理にしなくてもよいよと思ってしまいます、えー。公式練習を見ていないけど、調子はどうなんでしょうか。 有限実行をすすする方ですから回避はしてこないいこと思いますう結構ね、調子は悪くないかなっていうところはありますね、うん。4回転アクセルはね、ちょっと失敗はありましたけれども、えー、そこら辺のコメントもちょっと見ていこうと思います。8 2 3 g t さん、えー、メインリンクは明日ショートプログラム、えー、当日朝に滑れるので大丈夫です。あそれならば良かったですね。僕はあの心配していました。ただまあ、 前の日にもね、滑っておきたかったですけどもね、うんえー、そして、それに今日のの、えー、練習後のインタビューで、団体戦のことを聞かれて、えー、リ,あのリンクが良さそうで、少し安心したと言っていました。あ それならば安心ですね、うん、日本選手はノーミスだったんで、えー確かにこの、確かに氷の状態はいいかもしれませんね。この練習には姉さん君もいたみたいで、目の色が変わってました。羽生くん登場でスイッチが入ったのかなでも個人的には必死そうにも見えたんですけどね。ということで、ちょっと必死な感じみたいですね。うん、はいあの。僕は大丈夫だと信じていますけれども。 まあ、多分、ショートはね、大丈夫な気がしますけれども、えー、ゆえのえやさん、かぶさん、明日のはにゅうさんのショートの出番は、えー、午後の13時19分ごろだそうです。ちなみに日本時間です。ドキドキします。ということで、楽しみですね。ということは、僕時間では、えー、っと、そうですね、6時くらいかな、朝の。うん。はい。ありがとうございます。 えー、オーリーさん、えー、株君、ごりんは見られないのですね。えー、残念、あの調べたら。 VPN サービスから行けると書いてあるサイトを見つけましたが、VPN サービスは有料みたいです。30日間の返金保証はあるようですが、返金保証だけだから1ヶ月無料ということとは違うのかなこれね、パソコン壊れるんですよね。<laughs> 結構、はい。オリンピックが終わらないと動画は出てこないそれにしても、団体銅メダルってすごい歴史を作りましたよね。 皆、えー、が皆自分の役割を果たしたアイスタンスのリズムダンス7位がそれこそ良かったと思います。えー、だからアイスタンス頑張りましたよね、本当に。うん。ペアも4位と、えー、2位ですよな。すごいんですよ、本当にね。えー、男子も女子も計算通りです。皆、えー、がベストな演技です。 個人戦にもつながる。今日の、えー、香織ちゃんは緊張しているなと思ったけど、148点超えだから、まあまあでしょうね。あ、まあまあでしょう。解説の鈴木明子さんが練習ではジャンプはもっと良いと言っていたので、えー、個人戦で爆発してくれることを期待。昨日の若葉ちゃんは本当しっとりした綺麗な滑りでしたよ。えー、素敵でした。ということで、あの団体戦本当頑張りましたよね。うん。いや、このまま、えー、個人戦も ながってほしいなと思うんですが TK さん動画は YouTube の NHK 公式と Twiver で見ましたよ明日はもう男子ショートプログラムですね感想待ってます、えー、終わった後にちょっと僕も鬼語りしたいと思うんですが 1 9 5 t さん、えー、団体戦日本銅メダルで嬉しいんだけど、残念というか、ちょっと腹立たしいニュースを目にしました。えー、中国の10位、e、がショートプログラムで転倒したことで、SNS で国内から批判が殺到したそうです。えー、米国から国籍を変えての出場ということも影響しているんでしょうか、フリーでも調子は上がらず、そんな批判を受けたら当たり前。終わった後泣いていたのが気になっ 泣いていたので気になってはいたんですが、そんなことがあったとは、中国の方々、みんなではないでしょうか、羽生君を熱烈応援する一方、国内選手批判とは、なんだかとっても残念です。まあ、こういう人たちにですね、まあ、羽生選手を応援されるのはちょっと困りますよね。うん。だからちょっとなんか残念な気がしますね。こういうのは本当に良くないです。まあ、宇野君も選手に対して悪口を言わないでって言ってましたからね。もうまさしくその通りだと僕は思うんですけど。 これは残念ですね。ちょっと。はいえ、そしてこちらもマナー違反っぽいものがあったっぽいですね。 ゆかだ半島さん、陸流の演技終了と同時に涙があふれて止まりませんでした。私がなぜ泣くのと自分で突っ込んでた。初出場の若葉ちゃんも狩山くんも落ち着いて演技をしていて、個人戦にも期待が膨らみますね。宇野くんと香織ちゃんの落ち着きもすごいし、アイスタンスの美佐とタケルカップルも、羽生くんの練習風景も見れましたし、安心しています。 皆、えー、みな実力が発揮できますように。えー、ただ、観客のマナー違反が招待された人だけが見ているそうですが、中国選手だけ大きな声で応援なんて、ああそういうことがあったんですね、えー。ロシア人は声を出して応援したということで、注意されているのがあなるほどですね。<laughs> それはちょっとひどいですね。おもてなしの心はゼロですね。五輪を政治利用してはならないとの開催前のコメントがむなしい。 えー、開会式から政治利用している様子がありありです。アメリカ選手団の入場時には、えー、静まり、静まり返っていた、ひどいですね。うん。いや、本当にひどいと思いますね。うん。なんか、アメリカのビンセント・ジョー選手の、えー、コロナの PCR 検査の陰性反応といいですね。なんか、アメリカに対して負のオーラがま,きま,まとまりついているような気がするんですよね。それは僕だけかな、そう思ってるのは。うん、なんかそういう感じがします。 はいもう本当ダメですね、こういうのはね。うんえー、オーリーさん、こちらはあの混合スキーの混合団体について失格者がたくさん増えてあの失格者がかなり続出しているというお話ですね。北京五輪から始まったジャンプの混合団体で1回目に見事なジャンプを見せた高梨沙羅選手がなんと失格に、えー、スーツの規定違反だとのこと何かあのジャンプってよくわからないルールが多いんですよね。 高梨沙羅選手が勝ち出したら、スキー板の長さを身長との比率にするとか、どこまで根拠のあるものかわかりません。ノルディックの競技は特に日本がちょっとでも強くなり出すと、ルール改正される傾向があるような気がします。 ち、えー、ちゃんんも落ち込んでいました、えー、今回メダルを取れなかったことにも寂しいコメントを出していたし、でも今までの立派な実績は誇っていいと思う。えー、胸張って帰ってきてね。それでも混合団体は4位でした。ああ、いろいろね、あったんですけど4位っていうのは素晴らしいですね。でもまあ、メダルが欲しかったですね、今回ね。うん。というわけで、ちょっと、あのー、 アンパンタンさん、えー、全員ではなく、抜き打ち検査、計測する人の力量によって、えー、厳しさが変わる。競技に精通していないにわかなにわかが、安易に口出しすべきではないのは、重々承知の上ですが、それでも一言、二言言いたくなってしまうということでね、まあ、この問題、なんか、初めてあのびっくりしましたけどもね、僕も。うん というわけで、皆様のコメントを読んでいきました。はい、えー、それではこれで以上になります。